皆さんこんにちはレクセン人講師の運野ですそれでは前回に引き続きましてこの場合の相続人って一体誰なのというお話をしてまいりたいと思います今回家族関係としては次のような状況を皆さんと一緒に考えましょうはいまず今回亡くなってしまったのはこの家の図がある a さんですね a さんが今回亡くなってしまいました a さんには 本妻の B さん配偶者の B さんとの間に C さんという子供がおりますそしてそれとは別に愛人・兵との間に設けた子供もデちゃんまだあのおむつしてまますねだ,からまだ生まれたばっかりのデーちゃんがいるとさあこの時我々の法律の世界ではですねイラストにする時にもちゃんとしたルールがありまして。 このように2本線で線が引いてあるときこの2本線は法律上の婚姻関係がある男女を示す図なんです、えー、それに対してこう一本線ですよね愛人との間はこれはいわゆる事実婚ないしは内縁いわゆる法律上の婚姻関係にない男女の間を表す意味だというふうにお考えくださいさあそれではこの本妻 B との間の C と愛人平との間の D 果たして A をがなくなったときに誰が相続人となるんでしょうかはいまずは前回やった内容を思い出しましょう配偶者がいるときは常に配偶者は相続人となります B さんは相続人ですそして、A、愛人の兵はもちろん相続人にはなれませんではこの本妻 B との間に設けた C と愛人兵との間に設けた D この二人はどうでしょうで今 この C のことを着出死で D のことを非着出死というふうに呼んでいくことになります。で非着出死の場合には A から認知されることが必要なんですねで今回の D は A から認知してもらえているというふうにお考えください。 さあこの時実は着出子であろうが、えー、非着出子であろうが子供であるということは変わらないんです。A から見て子供であるということは変わらない。よって実は D もそして C も今回相続人になれるということなんです。A から見たい子供これは D と C ね差別はございません。相続分は一対一。 でえー、結果として今回、えー、C と D と B の相続分 C が全体の4分の 1D が全体の4分の1そして、えー、配偶者 B が2分の1という状態になって子どもは何人いても合わせて2分の1ということです。配偶者と1対1にいう、ね、これ、えー、答えです。以前あの 昔はですねこの非着出子は着出子の相続分が半分とされていたんですが現在はそういったことはないということこれをぜひご注意いただければと思いますさあ今回はこのように愛人との間に生まれた非着出子がいる場合の相続分について検討しました。まままた次回回ははは別のの家族関係ででで検討しししていきましょうそれれ今回の講義はこれで終了します